はい、どうも皆さん、こんにちは。ジョーです。今日の動画は、イチューナ時代のトレーニングや日々を教えてくださいっていうコメントをいただいたので、今日はイチューナ時代の一日の流れ、トレーニングや学校の一日の流れをちょっと話していきたいなと思います。よろしくお願いします。朝練ある日は、朝練も毎日なくて、確か週2か週3ぐらいであって、朝練ある日はもう朝の6時次にはもう学校ついてました。もう薄暗いですよね、まだ全然。何時に朝練開始とか詳しく覚えてないんですけど、とりあえず6時過ぎには学校にいたっていう覚えがあります。2年生とか3年生の時はもう少し遅く行ってたかもしれませんが、1年生準備とかあるし、でまず先輩より遅く来た時点でもキレられるんで、余裕持って早く行ってました。確か朝練の内容なんですけど、それも詳しく覚えてないですけど、パスとか、ボール回しとか、ポゼッションをやってたのかなと思います。でも追い込む時期っていうのがありまして、追い込む時期っていうのは、選手権終わって新チーム、学年が1個上がって新チームの1月とか2月とか3月っていうのが寒い時期なんですけど、その時期追い込む時期っていうのがあって、その時期は結構朝からもうガンガン走ったり、フィジカルトレーニング、1対1の対人トレーニングとか、結構きついトレーニングをやってた覚えがあります。もうほんとその時期とか、もう朝5時前に起きて、まだ暗くてクソ寒いし、その中自転車で駅まで行って、で学校着いて走るわけですよ。かなり今考えるだけで結構きつかったですね、それは。で、朝練やって、学校のチャイムがだいたい8時半とかですかね。8時半とかなんで、8時ぐらいには確か朝練終わってて、後片付けとか、その着替えとかあってあるんで、8時半のチャイム、多分ギリギリだったんですよね。ギリギリで、でもそれも遅刻しちゃダメなんで、頑張って急いで片付けして着替えて、授業チャイム鳴って、で授業が確か1限が9時ですかね。9時から始まってだいたい3時半とか、そんぐらいですかね。これも詳しく覚えてないですけど、でそこから午後練が始まるわけです。で、イチューナの練習場って学校になくて、朝練は学校でやるんですけど、午後練はもう基本的に学校からバスで20分ぐらい離れたところにあって、そこで基本的に練習してるんですけど、そこはもうフルピッチの人工芝の、いい人工芝のグラウンドがあって、ちゃんとロッカーとかもついてて、そういう施設で毎回午後練はトレーニングしてまして、で大体4時とか4時過ぎとかについてるんですかね。で4時半過ぎスタートとかで午後練がスタートして、だいたい2時間とか2時間半ぐらいなのかな、トレーニング時間は。だから6時半とか、7時ぐらいに終わってたっていうイメージですかね。でトレーニング内容とかも全然覚えてないんですけど、とりあえず最初集合して集まって、トレーニング始まる前にもう1年生から3年生、A チームとか B チーム関係なしに、もう部員全員で並んでブラジル体操から始まりました。そのブラジル体操も結構、1年生の時は結構もうしんどくて、もうちょっとでもずれたり、全然声小さかったりしたらブチギレられてて、何回もやり直しとかさせられてました。でそこからトレーニングスタートして、午後はゲーム形式が多かったのかなと思います。1週間の流れ的には、基本的に月曜日がオフの日で、午前練も午後練もなくて、で火曜からトレーニングスタートって感じですね。でその火曜日も、毎週火曜日がフィジカルトレーニングって言って、結構きついトレーニングの日で、本当ステップとかラダーとかスプリントとか結構追い込んでから、最後トラック、ピッチにトラック作って1000m5 本とかやってた気がします。もっとやってたのかな。とにかく火曜日はきつかったんで、結構月曜日のオフも、火曜日フィジカルトレーニング、明日フィジカルトレーニングかって思いながら、ちょっと
そんな感じでオフを過ごしてました。で午後練がそう7時とかぐらい、7時前とかに終わって、まあ、そこからみんな自主練とか、自主練しないで帰る人もいるんですけど、だいたいみんな自主練とかして、でロッカールーム行って、ロッカーでまあグダグダみんなでふざけたりしながら、なんだかんだ言って練習場出るのが8時とか8時半ぐらいになってたのかなと思います。で、まあ、僕は家結構家 近かったんで9時とか9時半ぐらいに家着いて、まあ、そこからご飯食べてお風呂入って、で、まあ、10時半とかそんぐらいに寝てたのかなと思います。まあ、本当正確には全然覚えてないですけど、イメージ的にはこんな感じのルーティンでした。というわけで今日の動画は以上になります。また次の動画もよろしくお願いします。いつも見ていただきありがとうございました。それではまた会いましょう。Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow